なんかめっちゃ具いっぱい。でもぼちぼち仕上げにかかろう。これグリコのプレミアム熟カレーいきます。でやっぱりカレー言うたらな、1個のルーじゃおいしない。でもう1個ハウススパイシーブレンドジャワカレーガラムマサラ付きの6から、うん、社長さんカラーに好きやから、これがガラムマサラです。おお、絶対みんな具入れすぎ思ってるよな。でもな、一回作ってみたかったんや。このカレーライスになるのか、野菜と肉のカレー煮込みやろそれみたいな。よし、美味しくなれ美味しくなれ。お母ちゃん特製土鍋カレーの出来上がり。グーゴロゴロいっぱいやで。いや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 、え、めっちゃええ香り。カレーだよ。あかんで、あかんで、あかんで。もう出来上がってます。ごっついカレーできてませんか。これオープン行こう。これゴロゴロやで、これめっちゃくちゃうまそう。これちょっと皆さん見てくださいこれ。うわうわ、好きなだけかけてやで、ね、これめっちゃうまそう。見て見て見て、ほらほらこんなってる。はい、お茶置いとくな。あ、ありがとうございます。いただきます。うん、めちゃくちゃ激辛までいけへんけど、やっぱりルー2つ入れた方がうまいね。あっつ、めっちゃうまい。カレーにはお水でもいいんやけど、冷たいお茶。あーうまいじゃないの。いや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 、こんだけ玉ねぎあったらめちゃくちゃ食べ応えあるわ。玉ねぎ私好きなんよね。そう、カレーの玉ねぎってなんか脇役のように思うけど、うん、結構主役よね。カレーには玉ねぎが絶対なかったら嫌っていう人と、じゃがいもがなかったら嫌いう人いてるやんか、うん、僕玉ねぎ嫌やね。うん、よかった同じで。あっうまっ、熱いからうまい。うん、らっきょうも詰めてくれてて、まあ、福神漬けからっきょうか悩んだ。それも分かれるな、うん、福神漬けの人がええ人もおればらっきょう、私らっきょう派。子供の時は福神漬けやったな、うん、でもなんか大人になってなんからっきょうの美味しさを知ったというか、うん、今何がっていうか分からない。らっきょうっていうのはこれ野菜、野菜、そう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 、野菜、うん、ええー、辛さやばこれ。たまらんな。うん、最高最高。これでおいで。ああ、見えな。辛さはどんな感じ。ええ感じの辛さなってんで。あ、そう。うん、ええ感じ。うん、ええ感じやん。うん。で、事務所に聞くの楽よ。あの、煮込んでる時間あるから、その間に仕事できるし。ええな、ね、カレーって。隣でつまみもできるしね。そう。うまいうまい。あの、最後に入れた、あの、ガラムマサラがすごいいい仕事してる気がする。辛いやつ？あの、そうそう、あのスパイス。あのスパイス絶対、ええ仕事してる。定食もええけど、これはこれでうまい。最高。めっちゃうまい。大満足。今日のほんでカレー、粘り気というかトロトロさ、大満足、ほんま、めちゃくちゃうまかった。よかった、作って。おいしょ、おいしょ。あー、また今日もお腹いっぱいのお昼ご飯でございました。ごちそうさまでした。まだつまみやったのね。うん、食べるの遅いねん。でも社長が早いねん。自分で作ったけど、うまいやろ。うまいなあ、ほんま最高やわ。でももう作らんでいいからな。なんでなんでって言うなよ。